今監督の一本の写真撮るのにね、大変な金かかるわけでしょ、うん、簡単には監督にはなれないしね、うん、それね、いろんな修行もしなきゃなんないし、いろんな経験積まなきゃなんないし、そう簡単に監督になれるわけじゃないけど、本当に映画作りたいんだったらその脚本を書きなさいと、うん、で脚本だったらわら半紙と鉛筆があれば書けるんだと、うん、で本当に映画のなんていうの骨格なりね、映画っていうのはどういうものかっていうのを具体的につかむのは脚本をリードする以外にないんだから、シナリオを。